2016年3月6日以前の局舎、小倉駅前郵便局は、福岡県北九州市小倉北区にある郵便局である。民営化前の分類では、無収配特定郵便局であった。住所、郵便番号802-0002福岡県、北九州市小倉北区警庁3-7-11999年6月まで、北九州市小倉北区警長の JR。 小倉駅前には北九州中央郵便局が設置されていたが、北九州地区の郵便物地域区分、軽装体制の再編のため、同年6月28日付で当局が小倉北区萩崎町2-1の新局舎に移転した。この際、小倉駅周辺地区の利便性を維持する観点から、同日付で北九州中央局の旧局舎を活用し、 無臭配特定郵便局として当局が開設されることとなった。当局の敷地を含む周辺地域を対象とした小倉駅、南口東畜市街地再開発事業により24階建ての複合ビルを建設する計画があり、これに伴い2016年3月7日に小倉駅新幹線口側の小倉駅中、ひまわりプラザ1階へ移転した。なお、 移転により、駅前から駅内になったが、仮局者であるため局名は変更されていない。その後、2019年9月4日に、究局者跡などに建設が進められていた、再開発ビル、ガーデンシティコクラが完成し、その1階に9月17日付で再移転した。同年10月15日には、北九州中央局から、んぽ生命保険北九州支店が、 ガーデンシティコクラに移転した。周廃業務は行わず、窓口業務のみ行う。ありがとうございます。